後輩、この前の英語テスト何点だった？いや、先輩なんかに言いませんよ。後輩、私には聞く権利があるの。ほら、教えなさい。じゃないとあんたの大嫌いな、ごちゃごちゃするぞ。ごちゃごちゃごちゃ。うわー、くすぐった。0点です、先輩。0点だと？もう僕は怒った。この後僕の部屋に来なさい。個別レッスンしてあげるからさ。先輩の家に行くの？嫌ですよ。でも襲われそうですし。大丈夫だよ。いきなりそんなことしないって。じゃあ、わかりました。じゃあ、先輩、よろしくお願いします。よろしく、後輩。お邪魔します。では、まず、後輩、sit on bed。はい、ベッドに座れ、ですよね。わかりました。先輩、座りましたよ。で、先輩、ちょ待って、襲わないって言ったじゃないですか。話が違うじゃないですか。後輩、本当は僕のこと好きなんだろ？そりゃ先輩として尊敬してるので、もちろん好きですよ。では、恋愛感情は持っているかい？ダメですよ。そんなの持ってるわけないじゃないですか。では、後輩、なぜ顔が真っ赤なのかい？ないですよ、先輩。違いますよ。そういえば、後輩は童貞だよね。はい、童貞ですけど、何か。実は僕も童貞なんだよね。あの先輩が童貞だったんですか？だから後輩、今夜僕と一緒に童貞卒業してみないかい？童貞卒業？でも、私なんかでいいんですか？ほら、世の中にはもっと可愛い女の子いるじゃないですか、先輩。先輩は綺麗な女の子だから、もっといい人、現れるのに、こんな小汚い私でいいんですか？君は可愛い後輩だ。だから僕と一緒に童貞を卒業したいんだ。協力してくれないかい？もちろんいいですよ。だって私、先輩のこと大好きだから。でも私本当に童貞なんで、なんて言うんだろう、やり方がわからないんですよ。大丈夫、安心したまえ後輩。僕がリードしてあげるから。ありがとう先輩。でも先輩も童貞なのに、どうやってリードするの？安心したまえ後輩。YouTube のエロ動画を見て予習したんだ。いや、 YouTube の動画見て予習したんかい。どうも、動画見てくれてありがとうございました。初めてレズボイスドラマ作ってみたんだけど、正直に言うね、めっちゃ恥ずかしかった。で、今回のキャラ設定は変人で変態なおっさん臭い先輩と、ちょっと騙されやすい後輩をね、演じてみました。なんか女の子同士の恋愛って結構いいよね。ってことで、もしリクエストがあったらコメント欄にてぜひ書いてください。もしかしたら採用しちゃうかも。では次回のエリカチャンネルとお会いしよう。チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。